どうぞ椅子の後ろの方にお立ちください。これから写真撮影ございます。すみません、皆さんで握手をしていただけると嬉しいのですが、写真どうぞ。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではお座りください。すいません、椅子の方をよろしくお願いいたします。どうも。大丈夫ですか。はい、それでは始めさせていただきます。私は本日の進行役を務めさせていただきます企画委員の川戸恵子でございます。日本記者クラブが行いますこの民主党代表選での討論会とか、それから共同記者会見は今回で6回目になります。最初に主催者を代表いたしまして、理事長の吉田真一がご挨拶申し上げます。ご紹介に預かりました理事長の吉田でございます。今日はお忙しい中、4候補の皆様、一堂に会していただきましてありがとうございました。今お話がありましたように、去年も一昨年もその前もですね、4年連続の民主党党首選に関する催しとなりましたけれども、我々は今年は非常に重要視しております。というのは、ざっと1年以内に総選挙が必ずありますし、そういう局面でございますし、現に政権を担っている民主党がやっぱり政権政党の立て直しというのをテーマに掲げて、代表選を行うという、極めて重要な選挙だというふうに考えております。時を同じくしてですね、第一野党の自民党も総裁選を、これも党再建を睨みながらの総選挙を行うと、こういう事態でございます。言うまでもなく長い政治の混乱というのが言われておりまして、その中で政治に対する有権者の冷ややかな目とか冷めた目というのが報じられることが多くなってまいりましたけれども、一方で維新の会など新勢力が規制政党に挑むというような大規模な動きも起きてきているさなかでございまして、政党政治の再編と申しますか、政党政治の再活性化といいますか、そういう歴史の曲がり角、うねりの中での民主党代表選ということで、これは注目して皆さんのお議論に耳を傾けたいなというふうに思っております。内外ともにですね、政策は文字通り山積しておりますし、定数是正等の問題もありますし、またこれからのですね、他党との関係どうするか、そういう問題もございます。いずれもですね、政治的リーダーシップ、政治家の決断というものが真正面から問われる、そういう課題だというふうに感じております。今日は限られた2時間という短い時間ではございますけれども、ぜひですね、そういう幅広い話題についてですね、率直で明快なご意見をご披露いただいて、民主党そして日本の将来ビジョンをですね、我々にしっかり示していただければなというふうに思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは今日の討論会の進行を簡単にご説明させていただきます。1部と2部に分けまして2部構成で行いますが、全体で2時間を予定しております。途中の休憩時間はございません。第1部は候補者による主張と討論です。企画員の鹿島康弘が司会を務めます。第2部の方では会場の皆さんから寄せられました質問に基づきまして、クラブの企画員が候補者に代表質問をいたします。お手元に質問カードがあると思いますので、それに質問をお書きください。合図をしていただければ係の者が取りに伺います。なおこの討論会の模様は明日日本記者クラブの YouTube 専門チャンネルに動画をアップいたします。また文字の方の記録版は日本記者クラブのホームページにアップする予定です。これは来週でございます。発言の確認などのためにどうぞご利用ください。
ではただいまから日本記者クラブ主催の民主党代表選立候補者討論会を始めます。私は進行役を務めます企画員の川戸恵子でございます。それではまず候補者の方々を届け出順にご紹介申し上げます。皆さんからご覧になって左から野田佳彦さん、赤松博隆さん、原口和弘さん、はい、加納道彦さんです。今日の討論会は第1部と第2部の2部構成で行います。第1部では私どもから候補者の皆さんに事前にお知らせしましたテーマに沿って候補者同士で討論をしていただきます。そして第2部では会場の皆様方から寄せられた質問をもとにしまして4人の企画員が候補を指名いたしまして代表質問を行います。それでは第1部でございます。柏名企画員の司会で始めていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第1部の進め方について手短に説明します。第1部は最初に各候補の冒頭発言の後早速候補者同士の討論に入っていただきます。討論の仕方はテーマを3つ用意しています。それぞれのテーマについてまず質問をする候補者が誰に質問をするか指名をした上で自らの主張を交えて質問をしてもらいます。これに対して指名された候補者が答弁をする形で進めます。一つのテーマで一巡した後次のテーマに移ります。第一部の発言時間はすべて1回お一人当たり1分30秒以内とテンポよく進めたいと思います。時間の管理はランプの点滅で行います。点滅をし始めましたら時間ですので発言を締めくくるようお願いいたします。それではまず冒頭の発言、ここでは立候補の理由と新代表に選ばれた場合何をやるのか最重点に取り組むのかということで発言順は届け出順に野田さん、赤松さん、原口さん、加納さんの順番でお願いをします。最初は野田さんよろしくお願いします。はい、この度の民主党代表選挙に立候補いたしました野田佳彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年の9月に野田政権が発足をいたしました。次来震災からの復興、原発事故との戦い、日本経済の再生、こうした課題について果敢にチャレンジをし全力で取り組んできたつもりでございます。そうした中で社会保障と税の一体改革という大変大きな山もありましたが、これもなんとか乗り越えることができ、加えて外交安全保障の案件いろいろございましたが冷静かつ毅然に対応してきているつもりでございます。一つ山を越えてまいりました。そして今もなおやらなければいけないことがまだたくさんございます。これらのやらなければいけないことをしっかりやり抜くために中途半端に政権を投げ出すわけにはいかない、こういう思いのもとで、再び立候補をさせていただいた次第であります。今回資料でもお配りをされているかもしれませんが、日本の立て直しとして4つの柱を打ち出させていただきました。一つは日本経済の再生であります。一日も早くデフレから脱却し日本経済を活力あるそういうものにしていきたいということ。二つ目はですね、分厚い中間層を復活しぬくもりのある社会を作るということであります。この関連では一体改革のまだ宿題、社会保障を安定させ充実させるための宿題があります。こういうものも責任を持ってやり遂げるとともに子どもの元気、働く人の元気、そして地方の元気というものを合わせて実現をしていきたいと思います。3点目はこれは政治改革、行政改革、地域主権改革、これを引き続きやり抜いていくということと、それから最後になりますけれども国家の自立を守りアジアに繁栄の秩序を作る、こういう4つの柱を打ち出しながら今回論戦をさせていただきたいと思います。元気な日本、そして日本を再生するためにはもう一度民主党が元気にならなければなりません。一体改革を通じて残念ながら傷を負ってしまいましたが、今回の代表選挙を通じて4人の候補でしっかり議論をした暁により一層結集の軸が明確になって元気な民主党が元気な日本を作っていくんだ、そういう空気をぜひ作り出していきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。赤松さんお願いします。はい、この度の代表選挙に立候補させていただきました赤松博隆でございます。
私は党の再生を果たし、国民との約束を守る、実行する、その1年で代表選挙のへの立候補を決意をさせていただきました。3年前、国民のあふれるようなの熱気と、そして大きな歓喜、そしてまた期待の声の中で民主党政権は誕生いたしました。しかし残念ながら今この状況の中でその熱気は冷め、むしろ厳しい批判にさらされているというのが民主党の今日の状況ではないか、このように思っております。これは単に民主党だけにとどまらず、実は政党政治全体に対するいわゆる所詮、結局どうせというような言葉に象徴されるように、政党政治そのものが今危機に瀕していると言っても私は過言ではない、こういう状況になっています。じゃあそれはどこに責任があるのか。もちろん政権党である私ども民主党に大きな責任があることは事実ですから、それをしっかりと真正面に受け止めながら、国民に対してじゃあそれをどうして変えていくのか、何をやっていくのか、そういうことをやっぱりきちっと示していく責任があると思っています。まあ、一言で言えば私は民主の原点に戻る、そのことに私は尽きるのではないかというふうに思っております。私どもが2009年の燃えるような熱い戦いの中で、格差の問題、貧困の問題、医療の問題、介護の問題、そして子育ての問題なんかについて国民の不安を取り除く、何よりも国民の命と暮らしを守る、そういうやはり原点、そしてまた何よりも弱い立場の人たちのその立場に立つ、側に立つ、そういう立場が私ども民主党であり、まさにそれが私ども の原点だと思っております。残念ながらこの1年間で昨日も3人離党者が出ましたけれども、多くの仲間たちを悲しみの中で見送るということになりました。その人たちのいろいろ意見聞きますと、もう少し議論をさせてくれたら、せめて多数決で決まったのなら、あるいは最初に結論ありきで、そして、質疑打ち切り、そして、政調会長である場合もありますけれども、そういう党の役員一任という形で決めてきた。本当にこういう党の運営や決定の方式に問題はなかったんだろうか、こういうふうに考えざるを得ません。私どもはやっぱり民主党は、時間ですか、最後に、はい、徹底した議論を行って、そして当たり前のことですけれども、みんなで決まったことはきちっと守っていく、そういう党風を再びぜひ取り戻して、そして党内民主主義を確立する中で、国民の期待に応えていきたい、このように思っております。原口さん、はい、民主党の代表選挙に立候補いたしました、衆議院議員の原口一博です。どうぞよろしくお願いいたします。私は震災からの復興、そして原発事故の収束、新しいチームでこれに当たりたい、特に危機管理、新たな情報通信、クラウドを作って、そしてこれから起こるであろう、そういう危機に対してしっかりと対応できる強い政府を作っていきたい、そう考えています。傷ついたのは民主党ではありません。国民の政治に対する信頼であります。今日原発事故の対応を3月11日から一生懸命訴えてこられた主権者とは誰か、泉和夫さんという弁護士です。国民の知る権利を一生懸命守り、そして隠されていた、いや表に出てこなかった情報を表に出して、そして主権者に判断を仰ぐ、これが民主主義であります。社会保障と税の一体改革、避けて通れません。しかし主権者は誰か、誰が決定するのか、一部の政治家でも総理でもない、そしてましてや官僚でもありません。国民の皆さんが、税は払うだけの義務だけではありません。払うという権利が大事です。その権利の行使をする、そのことを私たちは負託を受けていません。それが今回の民主党の分裂につながっています。当然のことだというふうに思います。私はそれをご破産にしろという気はありません。しかし主権者は誰か、
これを問うために今回の民主党の代表選挙に立候補いたしました。そしてお手元にお配りしていますが、質実国家日本、これを創造して教育を中心に人間の安全保障を中心に世界を平和にし、教育を中心に日本の国民の皆さんの持つ大きな力を引き出して、そしてもっと穏やかで柔らかな私たち世界に貢献できる、そういう国家の再生を図っていきたいというふうに考えています、はい、今日こういう機会をいただいて本当にありがとうございます、はい、続いて加納さんお願いします、はい、この度の民主党代表選挙に立候補を決意いたしました加納道彦でございます。正直民主党が政権を担当させていただくということになりましてから、1年ごとの代表選挙で変わる、代表が変わる、本当にそれでいいのかなと、こんな思いは正直いたしております。しかしそれじゃあどうするか、いや解散すればいいんじゃないか、こういうことになります。しかし本当に今信を問う時期でしょうか、ということが私の気持ちの中にあります。まず違憲状態解消しなきゃなりません。特例公裁法を成立させなきゃなりません。そして今外交上我が国を押し寄せている問題等々、こういうことを考えたら政治空白を作るというようなことが本当に望ましいことでしょうか、ということであります。私はそういう意味でまずここはやるべきことを一つ一つやっていかなきゃならない。政権党の民主党が今こそ一つになって挙党体制をしっかりと作って、そしてその責務を果たしていかなきゃならないと、こう思っております。その第一の取り組みは何といっても原発、そして被災地の皆様たちの復興であります。パリ福島被災地の皆様との意を対して、この問題に被災地の方々が前向きに取り組んでいただけるような、そういう気持ちをやはり私たちは作り上げていかなきゃならない、こう考えております、はい。それではここからは候補者同士の討論に移ります。質問の順番は、一つお一人ずれて赤松さんからということになります。第一のテーマは消費税率引き上げと社会保障の一体改革の進め方についてです。消費税そのものの評価、増税する場合の条件、社会保障との関係など多様な論点があると思います。それでは赤松さんからお願いします。まずどなたかに言うわけですね。最初に質問される相手を指名されて、はい、質問をお願いします、はい、野田総理にお願いしたいと思います。税と社会保障の一体改革の最大の問題点は、結局増税だけが先行するのではないか、私はそのことに尽きると思っております。国民は社会保障が本当に安心できる、そういう将来にあたって、安心でできるんだということであればですね、まあ、全てとは言いませんけれども、ある程度の方たち、多くの人たちは納得をしていただける、このように考えております。しかし今日までの三党合意の経過を見てみますと、私どもがぜひこれだとだけはと言っている最低保障年金の問題や、あるいは後期高齢者医療保険制度の廃止、後期高齢者の医療保険の廃止、まあ、これらさえも実は三党合意の中で、自民党公明党等がですね、納得しない、了解しないということになるのではないか、結局うやむやになってしまうんではないか、端的にお伺いをしますけれども、この社会保障国民会議での議論でもしこの肝心の2つの象徴的なものを言いましたけれども、この2つが貫けなかった場合、じゃあ再来年からのですね、8%、 そしてその後の 10% の消費増税を、それができなくてもそのまま続けて増税だけを先行させる、増税だけをやるということになるのかどうか、明確にお答えをいただきたいと思います。もう一つは軽減税率の問題です。消費税が持つ基本的な逆進性、これはですね、やはり、何とかしなければいけない。生活必需品、低所得者、中小企業者の配慮ということを考えるときに、まあ、いろいろ
税額控除その他も言いますけれども、一番シンプルで国民に理解を得やすい、それは私は軽減税率の導入だと思っております。ぜひその意味で、それに対して、また与野党の合意もその方が得やすいと思っておりますので、総理のお考えを聞かせていただきたいと思います。はい、まずはですね、増税ありきというそういう内容ではありません。あくまで今回国民の皆様にご負担をお願いをする消費税の引き上げは、これはすべて使途は社会保障であるということ、すなわち国民生活に直結した社会保障を安定させ充実をさせるための消費税の引き上げであるということであります。この大前提を崩した議論を私はすべきではないと思います。でその上で先般成立をした8つの関連法案、法律でありますけれども、1つが推進法です。そして7つ、2つが税法ですね。さらに5つは子育て支援が3つと年金に関連するものでありますので、これらの中身もしっかりとこれ社会保障の安定につながる内容であると、そのための安定財源確保のスタートが切れたということでありますので、そこは国民の皆様に明確にお伝えしなければなりません。ただし、今赤松さんがおっしゃった通り、宿題が残っています。それはこれからの高齢者医療制度をどうするのか、年金制度をどうするのか、我々の考え方はあります。その我々の考え方を国民会議という協議体の中で議論をしていただき、実現をさせていく、その第二段階にこれは入っていかなければならない段階でありますので、しっかりと民主党がこれまで積み重ねてきた議論が成就するような舞台を作って、そしてまとめていきたいと思っております。で軽減税率についてお尋ねありましたけれども、低所得者対策がとても大事です。ただしこれは軽減税率も一つの考えですが、我が党は、党ですよ、は給付付き税額控除でこれまでまとめてきたはずなんです。いきなりちょっと軽減税率もお話されましたが、むしろ党内議論をしっかり踏まえてというお話をされてきた赤間さんにしては、それは公明党がそうおっしゃってるし、いろんな方もそうおっしゃってますが、我々は給付付き税額控除を基本としてこれから協議すべきではないか、それこそ党内の議論の積み重ねの結果だと思います。はい、それでは原口さん。はい、私は3点、1点目は、質問されるどなたに質問される、野田総理に、はい、一緒に税調をやってきて、そしてこのような税の立て方がかえって財政赤字を拡大するということで、総務大臣の時に財務大臣の野田総理と一緒に検討してきました。そこで質問は3つです。一つはマニフェストで約束をしてない、その増税をやらなければいけない、その理由、そしてそれが本当に許されるか、この根源的な質問。二つ目、今赤松さんの質問にお答えになりましたが、 100% 社会保障に使うというのはこれ民主党案であり政府案です。しかし三党合意のその当事者である自民党の答弁者がお答えになっているように、200兆円の国土強靭化計画、これにも増税は使えるという答弁があるわけです。そのことについてどう答えるのか、つまり合意をした相手が他のものにも使えている、つまり詰まってないんです。そこをどうするのか。そして3点目、私は三党合意の基盤はやはり残念なことでありますけれども、この間の問責決議によって崩れているというふうに思います。崩れているどころか詰まっていないんです。でこの詰まっていないものをそのままにして、そして総理ともずっと議論をしてきましたけれども、本則そのものを消費税変えなきゃいけないと思います。本則の中には例えば非正規雇用の控除が入っています。税率を上げれば上げるほど非正規の雇用の人たちが増えるんです。私たちは正社員の労働組合だけの代表ではないです。働く人を中心とした、労働を中心とした福祉型社会を作る、これが民主党の原点であります。本則を変えるお気持ちがあるのかどうか、この3点伺いたいと思います。3つのご質問ございました。まず国民の皆様にマニフェストを通じて約束してないことをやることについてであります。でこれは確かにマニフェストに記載をしておりませんでした。しかしながら社会保障をこれを安定化させ、そして充実させていく、特に毎年1兆円ずつ自然増で増えていく中で、これ以上現役世代に偏った負担をお願いするとか、将来世代のポケットに手を突っ込んでいくというやり方はもはや持続可能性をこれは壊すことだと思いますので、これはもう国民生活を守るために万やむを得ない判断で先送りできない、これはある種過去の政権からのツケでありますけれども、
そのツケを私はもう先延ばしすることはできないと判断をいたしました。そのことは書いてなかったことについては国民の皆様に率直にお詫びを申し上げながら、その意義というものをこれから丁寧にご説明をしていかなければいけないと考えています。それから二つ目はですね、その国会における答弁の中で公共事業にぶつかえるような発言があったということでありますが、これはもう法律でしっかり、また予算会計上も上げる消費税についてはきちっと社会保障に充てるということを明記しております。これが原則であります。その上で財政に多少 のいわゆる安定感が出て余裕があったときに、特に不足の18条で経済対策を講じることになっています。その中でどうするかという、そういう議論はあるかもしれませんが、消費税そのものは社会保障に充てるということは、これは間違いのない事実であります。それからですね、最後はこれ三党合意崩れてるんではないか、これはですね、ちょっとランプ点灯しますが3つ質問ありますので、ちょっとちゃんと答えさせていただきたいというふうに思いますけれども、確かに三党で共同責任を負ったはずなのに、あの参議院の問責は、これは私は問責を受ける立場ですから厳粛に受け止めなければなりませんが、あの7党を中心に出した中身は三党合意というのはどんなものなんだよと、消費税引き上げ反対だというものに、共同責任のある政党が賛成したことには率直に言って驚いています。驚いていますけれども、今回の総裁選挙でも一つの争点になるかもしれません。自民党の方も三党合意は高等間の重たい合意です。国民のために、将来の世代のために政治判断をお互い責任を持ってやったことですので、それぞれの政治日程が終わった後には改めて確認をして、残された検討課題をともに知恵を出して解決をしていく、そういう基本姿勢は我々は少なくともぶれずに持っていかなければいけないと考えています。はい、では金さんお願いします。はい、野田代表にお聞きしたいと思います。この社会保障と税の一体改革は当然消費増税というふうなもののエンジンと社会保障というエンジン、二つがやはり一体的に動いていかなければならないと思っております。そういう中で一つ具体的な提案をさせていただきますが、この社会保障というものは当然年金、医療、介護、これは非常に大事であります。でもう一つ大事なことは、私は子ども政策だと思います。子ども政策、将来を担う子どもたち、この子どもたちがいかに健全なるその環境のもとに育っていくか、これ本当に大事なことだと思います。それで総合子ども園というものが修正されるようになりました。7000億の財源どうするかということであります。私はですね、今のね、子どもを取り巻く状況を考えたときに、ショックです。我々がいつの間にか知らないうちにですね、子どもたちが本当に健全な食をですね、売ることができるか、そういう状況を見たときに、家庭環境の関係からですね、なかなか食を補足せざるを得ない、こういう実態がですね、非常に多くなってきているんです。そして母子家庭の人も増えております。こういう方々に対する子どもさんたちの健全なる食というものを考えたときに、少なくとも昼食、これはやはり給食としてきちっとやはり子どもさんたちに食べてもらう、そういう意味では保育園、幼稚園、小学校、中学校の給食にこの7000億を当てていくという考え方、私はそういう考えだと思っております。いかがでございましょうか。私は政権交代以降、民主党はチルドレンファーストの理念は、これは堅持しながら取り組みを進めてきたと思っています。子ども手当という名称ではなくなりましたけれども、新しい児童手当という形で中学生まで対象にした、そういう制度になったということ、あるいは高等学校の授業料の無償化、母子加算の復活、子どもを元気にするための政策はこれまでもやってまいりました。でその上で今回は一体改革の社会保障を充実する柱として、子ども子育て支援の部分に安定財源としての消費税を 0.7 兆円当てていくということを入れました。で加えてさらにこれは消費税以外で財源捻出をしながら1兆円を確保して子ども子育てをやっていこうということで、これはチルドレンファーストの理念は堅持されて、さらに取り組みを強化するということです。そのうち今あの候補からのご指摘は、その 0.7 兆円を食育に全部当てろというご指摘でしょうか。
今申し上げたようなことに当てていくということです。はい、食育も大事だと思います。この社会保障の充実の分野、子ども子育て支援というところで一つの柱ですが、そちらでやっていきたいと思いますが、合わせて、私の今回の代表選挙の公約の中でも子どもの元気というところを書いてあります。これはやっぱり教育の充実も合わせての話ですので、その中で今の食育の問題も含めて教育の充実は図っていくことは可能だというふうに思っております。はい、それでは野田さんの質問でどなたに質問をされるか。今3人の方からご質問いただいた中で、やっぱり具体的なやっぱり政策論争にふさわしいなと思ったのはですね、やっぱり低所得者対策なんですね。で、我々は少なくとも民主党は給付付き税額控除を柱として考えてまいりました。で、公明党その他の党で低所得者対策としては軽減税率の方がいいという党もいます。で、その反応、それぞれ課題がありますから、それまでの緩和だから簡易な給付措置を取るという形にしましたけれども、確かに軽減税率は一般の方には分かりやすいんですよね。だから世論調査をすると軽減税率に行ってしまうと思うんです。だからこそ給付付き税額控除の意味というものを我々はもっと説明していかなければいけないと思いますが、赤松さんは軽減税率をお話をされました。共同記者会見で狩野候補も言われているんです、軽減税率を。で、狩野候補の場合は大綱を閣議決定したときも法案提出したときも閣議決定参加をされています。そのときは党内の議論をベースにして給付付き税額控除だったと思うんです。お考えが変わったのかどうか含めて、はい、狩野候補にお伺いしたいと思います。はい、私が閣僚のときは軽減税率は導入しないという考え方になりました。しかしその後の議論の中で、いわゆる野田内閣としても軽減税率について検討していこうと、こういうふうな答弁がなされているわけでありますので、そういうことを受けて私はもう一度この軽減税率についていろいろ具体的に検討するというふうなことがよろしいんではないかという考え方を申し上げているということでございます。当然その税収がどうしても少なくなるというようなこと等々ということの考え方もございます。しかしこのヨーロッパの国々のことを考えると、かなりこの軽減税率を導入している国もあるようでございます。そういう意味ではこれから一つの議論する大変大事なテーマではないかと、こういうふうに思っております。はい、それでは第一のテーマは、以上で一区切りしまして、時間がちょっとややオーバーしておりまして、このランプが点滅し始めますと大体おしまいというサインですので、この後テンポよくお願いしたいと思います。第2のテーマはこの内政外交課題の中で最も重視する問題は何かと、大震災からの復興とか原発、エネルギー問題、TPP 等々、内政もありますし、外交も多くの問題を抱えています。ここは各候補者に自由にテーマを選んでいただいて質問をしていただきます。ここの最初は原口さんからお願いします。はい、野田総理にもう一回お願いします。それは原子力政策です。枯渇性資源を使って、そしてそれを後世に、その自分が生きている間には処理できない、これのもうそもそもこれが破綻をしているというふうに思います。そこで質問は2つです。一つは今回原発事故、やっぱり規制と推進を明確に分ける、これが国民のとの私たちが最低限やらなきゃいけない。しかし今回原子力規制委員会人事、国会を閉じてからなさってますし、政府は原子力事業者の解釈をですね、これまでと本当に国民が願う形でやってるのかどうか、それからもう一つは20年後30年後の原発ゼロというのはですね、とりあえず現状維持ということにほかならず、原発ゼロにつながらないんではないか。私は総理に新たなエネルギーのパラダイム、原発が私たちの国の経済にどれだけ多くの貢献を果たしたか、それを否定するものじゃありません。しかし少なくとも規制と推進の分離、これは明確にやらなければいけないんじゃないかと思いますが、総理のご見解を伺いたいと思います。はい、まず前段の部分でありますけれども、これは規制と推進を分離するということは、これはもうどなたも主張されていることだと思います。これまでの原発行政の総括を通じて規制と推進を分離しなければいけない、
そして我々は規制庁を作ろうという話でありましたけれども、独立性の強い規制委員会を作るべきだという国会のご議論を踏まえて今対応しているわけであります。でその規制委員会の人事についての、お話がございました。まあ、残念ながら国会の中で今同意を得る見通しが立たないという中で、まあ、これは法律に基づいて、やっぱり規制と推進のこの狭間が埋められないまま、その分離をしないまま規制行政が空白であるということはありえない、そうすべきではないという判断から、内閣総理大臣の指名でこの委員長をはじめ委員を指名をするということを万やむを得ずせざるを得ないと考えているところであります。その人選についてはいろいろご意見があるかもしれませんけれども、ただし過去にこうした原発事故の対応をした経験がある人などは限られております。限られた人の中から最適な人選をさせていただいているということでございますので、まずは指名をさせていただき、空白を作らないということにご理解をいただきたいというふうに思います。それから中長期のですね、原発依存の話ですが、これは政権発足以来脱原発依存を申し上げてまいりました。それに基づいて今国民的な議論を行っていただいておりますし、その過半は原発ゼロといいますかね、原発に依存しない社会を強く望んでいる国民の声が過半だと思います。そのやり方とか道筋については多様な意見があるかもしれませんが、まあ、そういうことを踏まえた中で先週党として原発ゼロ社会を目指してというその提言をいただきました。これは私は受け止めしっかり受け止めなければいけないと考えておりますし、特に40年運転宣言制を厳格に運用することであるとか、新増設は行わないということであるとか、原子力規制委員会の安全確認を得たもののみ再稼働すると、まあ、こういう原則をしっかり飲み込んで、政府としての対応をなるべく早い段階、まあ、今週中には一定の方向性を出したいというふうに思っております。これは気合だけでいく話ではなくて、何十年も続いてきた原子力行政を大きく舵を変えることなので、引き続きコミュニケーションを図らなければいけないところなどもあります。エイヤでは済まない部分がいろいろありますので、まあ、そういう意味の調整を今させていただいているというところでございます。では加納さんお願いします。水調戦略について野田代表にお聞きします。菅代表時代には成長戦略打ち出しました。強い財政、強い経済、強い社会保障、このことによって成長させていこうと、こういうことになりました。でその時には国民生活のため、これ明確にそこに謳われておりました。すなわち我が党の考え方はその国民生活第一、生活第一ですよという考え方なんです。ところがですね、今回のいわゆる再生、成長戦略というふうな中、まあ、3つの考え方を軸として出されましたけれども、国民生活というふうなところの文言が外されております。そしていわばですね、財政と経済をしっかりさせることによって社会保障も持続可能になるんですよと、こういうことがこう強調されているんです。私はですね、基本的にはやはり財政も経済も社会保障も一緒に取り組んでいくことによって成長に結びつくという考え方であります。そしてやはり国民生活第一というのは民主党のこれは原点でありまして、我々が本家であります。ですからやはりそういう基本的な考え方だけは決して忘れてはならない、こう思いますが、いかがでしょうか。特に異論はありません。はい、その通りだと思います。国民の生活が第一という旗印はちょっとどっかのところに持っていかれてしまってますけれども商標登録の争いをするわけにもいきません。ただ我々は理念としてこれはしっかり持っていることは間違いありません。財政規律を守るということはそれを守らないと経済がもう立ち行かなくなる、それは国民生活に影響するからです。社会保障はどなたもどっかの人生の段階で必ずその恩恵を受けるわけですから、それが持続可能性がないような状況だったら国民生活は一番不安になります。そのためにも社会保障の安定化と充実をさせなければなりません。そして何よりも国民生活で一番大事なことはしっかりと経済が活性化されて雇用を確保されることでありますので、財政、社会保障、そして経済、それらをしっかりと取り組みを強化することによって国民生活を守るんだ、よくするんだというのが我々のすべての政策の原点であるということは、加納候補のご指摘のとおりで全く異論はございません。それでは、
質問で野田さんお願いします。それではですね、内政の話がちょっと続いてきたんで、少し外交の基本的なところをじゃあ赤松さんに、はい、お尋ねしたいというふうに思うんです。で、私は、当然のことながら近隣諸国と大局観を持って、仲良くやっていくということは基本だと思います。その基本を置きながらもう一方で日本の外交の基軸は日米同盟であると思います。で、そのことを特に実感したのは去年の東日本大震災においての友達作戦の展開等々をやっぱり目の当たりにしますと、それは揺るぎのないものに私はなりました。で、日本の外交の基軸はやっぱり日米同盟であり、それを深化させていかなければならないと考えております。で、そうした外交に対する基本的な認識を赤松候補はどのようにお持ちなのか、特に日米についてはどのようにお持ちなのかをお尋ねをさせていただきたいと思います。基本的には私も日米同盟が日本の外交の基軸だと思っています。私は農水大臣のときに、例の20ヶ月月齢、30ヶ月月齢のことで、アメリカの科学通商代表ともですね、一泊三日の交渉で、ワシントンでガンガンやってやりました。で、その時も言ったんですけれども、やはり、信頼関係がなければですね、厳しいことも言えない、お互いに本当に心の底にあることをきっちりぶつけ合いながらやっていくというのは、私は本当の友人の関係だろうと思ってます。例えば昨今の問題ではオスプレイの問題なんかもですね、自分の国土ではできないから、日本を持ってきて、そして、沖縄に配備して、その周辺で訓練するということですけれども、それなんかもですね、私はむしろ地元住民のですね、同意のないまま、あるいはそれだけ県政に対する日本人の不安が多い中、それを強行することはむしろ日米関係、アメリカにとって決していいことではないですよ。ですからしっかりとその辺はですね、了解を得た上で、信頼を得た上で、そして納得の上で進めるべきだ、それを基本的には考えています。ただ一方、貿易を見てもですね、今や中国をはじめ、その比率が非常に上がってますから、東アジア、北東アジアを中心とするそういうところの関係も、今まで以上に重要になってきているということも事実ではないかと思っております。基軸は総理と変わりありません。では赤松さん、どなたに質問されるかを。はい、いろいろあるんですけれども、はい、やはり今民主党に問われているのはやっぱり原点は何かということだと思うんで、総理にお伺いしたいと思います。私どもは小泉改革以降、その後の自民党の政権も含めてですね、新自由主義によるいわゆる格差の拡大、儲ける人はどんどん儲けるけれども、力のない人はどんどん切り捨てられていくと、それをやっぱり正していこうというのが私どもは民主党の原点だったと思います。しかし、ねじれ国会の中で、野党との妥協も大切だ、仕方ないという面は私自身が郵政の委員長をやってきてですね、分かってますけれども、しかし一番肝心なところは譲らない、多少この辺ぐらいまではというところは譲ってもいいんですけれども、民主党に対する今の批判の一番大きいところはですね、なんか談合と野合とですね、話し合い、数がないんだからしょうがないんじゃないかということで、その辺のところがですね、妥協ばかりに走っているのではないかという批判が私はあるのも事実だと思います。やっぱりですね、もう一度その民主党の原点というのは一体何なのか、そこにやっぱりしっかりと私どもはスタンスを置くべきだと思います。一例言います。この間も言いましたが、次期選挙に向けてマニフェストでですね、障害者の書の字もないんですね。で、再生戦略、この間、出ました、126ページ。しかし、126ページの中で、例えば障害者雇用なんていうことはですね、一切触れられてないんです。実際に各企業はですね、障害者雇用なんていうのは全然進めてないんです。にもかかわらず、これを 1% でも上げていこうなんていうことが本当は出てこなきゃいけないのに、全く触れられていない。やっぱりそれは目線の置くところがちょっと違ってるんじゃないかということを感じざるを得ないんで、私はもう一度やっぱり本来民主党が考えた原点に戻るべきだ、弱い立場の人たちのそういうやっぱり立場に立って考えるべきだということを、そういう思いの中で総理がどういうお考えかを聞かせていただきたいと思います。私はですね、人類が命がけで獲得してきた価値というのは2つあると思うんです。1つは自由、もう一つは平等。
で、この両立を図るということがまさに知恵のいるところなんですが、あるときは自由主義が行き過ぎちゃう場合があります。そのときには左足の平等主義を出す、左足が出過ぎたときは右足の自由主義を出す、そのバランスを取っていくことが私は英知だと思います。その中で今の時代は確かに格差が進行している、そして貧困の連鎖という問題がありますとすると、格差是正という政策にスポットライトを当てていくのが私は責任ある政治だと思いますので、むしろ仲間さんのご指摘のような視点がますます重要になってくると思います。したがって今税制改正というと消費税ばっかりが焦点当たりますけれども、その消費税を当てるのも社会保障に当てるわけですから、これはまさに再分配機能を強化するということです。加えて所得税であるとか資産課税についても、この見直しは格差是正の観点から再分配機能を強化するという観点から改革をしなければいけないだろうと思っているということを、まず申し上げたいというふうに思います。で、その上で、障害者政策について、これ政権交代以降おろそかにしてきたつもりはないんですよね。それはもう私だけの政権ではなくて、その前の鳩山政権以降でありますけれども、例えば障害者基本法の改正を去年やったり、そして本年1月から障害者政策委員会をスタートしたりしましたし、そして障害者差別禁止法というのを今有識者で検討していただいております。それを踏まえて来年には法案の提出を目指したいということで、この政策をおろそかにすることはないと思います。ただ日本再生戦略に触れてなかったとすると、でこれはでも、いわゆる経済の対策だったからだろうというふうに思いますが、もしそういうご意見とは、これ党内議論を踏まえて出てきた議論なんで、ぜひそういうことは強くご主張いただければ当然取れていくというふうに思いますし、そういうものを踏まえて、で今回マニフェストの話もお話されてましたよね、でマニフェストはまだあれ骨格だけなんで、これからまさに代表選通じて入れていくので、障害者の政策がしっかり共に入れようじゃありません。再生戦略はもう出てるんですよ、はい、内閣の閣議決定して出てるんです。3つ目のテーマにちょっと行きたかったんですが、予定をしている時間が参りました。衆議院の解散総選挙の問題、あるいは民主党の体制の立て直し、おそらくこの後第2部のところで、質問が出ると思いますので、この候補者同士の討論については、ここまでとしたいと思います。和田さん、お願いします、はい。それでは引き続いて第2部に入ります。まず代表質問者をご紹介いたします。いずれも当クラブの企画員でございます。候補者の方々からご覧になりまして、左から実哲也さん、倉重敦郎さん、橋本五郎さん、そして星博さんです。第2部では質問に対するお答えは原則1分以内です。少しまた短くなります。ランプが点滅いたしましたら、そこで発言を締めくくるようによろしくお願いいたします。ただし質問によってはイエス、ノーでお答えいただくような場合もあると思います。限られた時間でございます。有効に使うためにどうぞご協力をお願いいたします。それでは代表質問、橋本さん、よろしくお願いいたします。はい。まず最初に皆さんにちょっと総論的な、政治の基本姿勢をお伺いしたいと思います。多分に先ほどの議論では1対3といいますか、野田さんに質問が集中しているんですけれども、これからは今届け順にまずお聞きしたいと思います。まず野田さんにお伺いしたいと思います。谷垣さん、問責決議、自己否定するようなことをやりまして、そして結果的には総裁選に出られなくなった。このこと自体は、それは自らがもたらしたものだと思うんですけども、ただ消費税法案という極めて難事業を3党でやって、そしてその際に近いうち解散ということを約束して、それと見返りとは言わないけど、そのことによってその3党合意ができたんですね。ところが一向に解散する気配はないと、そういう中で窮地に追い込まれたと、という面もあるとということを考えたときに、この谷垣さんの立候補を諦めざるを得なかったことに対して、野田さん自身は一筋の涙を流したんですか、悪かったなと、その同情の気持ち、責任感、それがあったのか、あるいはいやいやそんなね当然の報いだと
そう思ったのか。これはかなりね、高等官の約束であり、それは私は基本に関わることだと思ってるんですから、あえて最初にお聞きしたいと思います。涙は流してません。ただ大変衝撃を受けました、うん、これはある意味ですね、社会保障と税の一体改革は先送りできないという問題意識を持ったということと、お互いに党内ではそれを進めるにはさまざまな山があったと思います。でお互いにそこを乗り越えて三党合意に至り、うん、そして党首会談も経験をしましたけれども、最後は法律が通ったという、その意味でのそのやっぱりこの国難を突破するために今決めなければいけないというところの心の奥底における同志性は私は強く感じていました。ものすごく感じていました。したがって今回不出馬となったこと自体は大変、多党の総裁選の話をあまり私がコメントするのは失礼かもしれませんが、残念な気持ちがあります。それは間違いのない事実であります。ただしそのことを踏まえてお互いの代表選総裁選終わった後もきちっと三党合意については履行していくという責任を持ち合いたいなと思います。で近いうちについてはこれはいろんな解釈をされる方がいらっしゃいますが、2人だけの時間になりましたけれども、天地神明に誓って特定の時期を私は明示はしていません。していませんので、それは谷垣さんがどう解釈するか、それがどうやって総裁選の立候補に影響したかは、これそれ以上のことは私は申し訳ありませんが、天地神明に誓って特定の時期は明示していないということは事実であります。近いうちにはまた後でお伺いしたいと思うんですけれども、赤松さんにお伺いします、はい、こういう分裂する事態にまで立ち至ったと、どこに問題があったのかとということを赤松さんは、それは政権党として未熟だったと、成熟してなかったと、それからもう一つはやっぱり議論が足りなかった、先ほど申し上げましたね、もう少し議論してればこんなことにはならなかったと。しかしそれはいつでも起きる話なんであってね、そのために日常的に議論してればいい話であって、そういうことを怠ってきたからこういうことになったのではないんですか。私はそっちの方の反省が、要するに問題が起きてから、いやいやもっと議論すればいいという話じゃなくて、日常的にやってない民主党の体質がこういう形になったと私はそう思うんですけど、それはいかがですか。実際に議論の様子も橋本さんご存じの上で言ってらっしゃると思うんですが、はい、私は最終的には党の決定ですから消費税賛成しましたよ、賛成しましたが、議論の中だと例えば9割ぐらいの人は大いにその問題への議論だったんですね、うん、それで、賛成の人は出てこないんだということを言われる方もあるんですけれども、最終的にその非常に強い反対意見を述べておられた方たちも両院議員総会等でですね、採決でこれは党の全体の決定なんだと、そういうことで決めてくれるんなら自分たちも納得したと。しかし、総務会長一任だと、一任で9割反対してもですね、賛成でドーンと答えが出てしまうと、これじゃやってられないわというのがですね、その絵が全てではないですけども、多くの離党者の方たちから出たお話なんです。だから私はこれからもこういう問題、非常に根幹に関わるような、また皆さんに影響の多いような問題は必ず出てくるんですね。だからそれは徹底的に議論をして、最終的にはですね、組織なんですから、そういう決を取ってでもきちっとやっぱり、明らかにする。そして決まったことにはさっきも言いましたけれども、やっぱりみんなが従っていく、そのやっぱり党風を作らないとですね、議論だけが今言われるようにどん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 いつまでも長引いて結論がちっとも出ないということに私はなりかねない。一任じゃなくて多数決にしろと。え、一任じゃなくて多数決にしろと。そうです、ということですね。やっぱり組織運営の原則は、私はそれでやっていくべきだと思います。はい、原口さんにお伺いします。原口さんは消費税について反対、そしてその際の理由が増税の前にやるべきことがあると、こうおっしゃってますね。大概この何かをやろうとするときにさせないための理屈としてその前にやることがあるっていうのは大体相場決まってるんですね。これさあ、そうした中で私はあえて聞きたいんだけども、その行革匿名政権とおっしゃってますね。であるならばこれまでもう3年あったわけですから、じゃあ原口さんはその行革のためにこれまで何をしたのか、それをちょっと示してほしいですね。いや、橋本先生本当にありがとうございます。素晴らしい質問だと思います。鳩山政権の時の
キャップあれ全部1割なんです、各省、うん、私総務大臣でしたけども2割カットしました。そしてハットカツシステム、紐付き補助金、天下り、そして官製談合、官製談合の調査も全部やりました。まだまだ足りてません。国と地方と協議の場、これを作って、国と地方の二重行政、これは今回閣議決定まで至りませんでしたけども、いわゆる出先ですね、これの原則廃止ということを決定することができました。これこれから法律にしなきゃいけません。もっと言うと年間5000億くらい私たちは例えばこういう情報通信にお金を使ってました。しかしいつそれが導入されたのかもわからない、あレガシーっていうんですけど古いシステム、年金なんてそうですね。だから年金の消えた年金の問題っていうのはある意味では非常に難しい問題だったんです。こういったものに果敢に挑戦しました。で、私は増税の前にやるべきことがある、これを言い訳で言ってんじゃないんです。選挙の時に言っていないんです。私は歳入歳出構造改革一体でやるべきだと言った、うん、だけど選挙の時言ってなくて後からいや政権取って気づいたから増税するよと、これではマニフェストが信頼されない、政治が信頼されないから一回原点に帰って手続きを不毛じゃないかということを申し上げています。ありがとうございます。加納さんにお伺いしますけども、はい、まあ、この前も代表選挙に立たれた、そして先ほどの話では1年ごとに変わるのはよくないと、しかしやっぱり立たなければいけないとそう思った。でその中に要するに決められない政治というのはおかしいんだとということをおっしゃってましたよね。そしてまず違憲状態を解消しなければいけない、しかしこの違憲状態解消するのは簡単な話なんですね。我々が違憲状態解消するわけじゃないんですよ、皆さんがやればいいだけの話ですよ。でそれをやってないじゃないですか。だったらまずね、言う前に解消されなければ選挙はできないとか、まずやらなければいけないなんて我々に言う前に自分たちで黙ってやれば一日でできる話じゃないですか。どうしてそれができないんですか。はい、具体的に我が党の考え方で提案をしてるんです。具体的にご承知の通りにですね、ゼロ増5減とそれから40名の定数削減を具体的に提案してるんですよ。ですから何もしてないってことじゃないんです。ただそれをですね、意見解消するためには野党の方々の理解が必要なんですよ。どうしてももうこれはもう社会説法ですけども、そうすると野党の方々に対してですね、誠心誠意ですね、このお話し合いをさせていただいてご理解をいただく必要があるわけです。そうすると野党の方々は解散せえとこうなります。しかし今本当に解散できる状況なんですかということを心から私はね、きちっと説明をするべきだと思うんですよ。今本当に政治協約作っちゃいけません、うん、やっぱり復興とですね、それから外交問題、これだけ大きな時にね、政治協約作ったら大変なことになりますよ、うん、ですからそういうことを誠心誠意ですね、野党側にもご理解をいただく努力をしていかなきゃならない、こういうことを申し上げています。いやいや、連用性は誠心誠意じゃないよ、誠意が見られないというところにある。要するに解散封じだと誰もが思うような、要するに野党が賛成できないようなものを出すことによってむしろさせないという具合に思われてるんですよ。はい、それでは、ね、ここは問題です。いや、そこでね、こういう案を出しました民主党は、うんうん、それに対してどうぞ案を出してくださいということを申し上げてるんです、うん、何も一方的にですね、うん、我が党のものをどうしようこの考え方でなきゃならないということを申し上げてるわけじゃないんです、うん、どうぞ案を出してください、うん、なかなかその案がですね、野党側の方から出てこないという現状もありますから、まあ、そういう意味で決して私どもがですね、一方的にこの考え方をこれでなきゃならないんだということだけ申し上げているわけじゃないということだけはご理解いただきたいと思います。選挙制度定数削減の問題は後でまたお聞きしたいと思います。ここでは政治姿勢について野田総理にお伺いします。先ほども何回か出ておりますが、やはりその今の民主党の混迷、それから国民の政治不信の一つは、民主党が政権交代したときに書かれてなかった増税に踏み出したこと、それについての釈明説明が国民の耳に届いていないことだと思うんですね。野田総理もそれについてお詫びはされておりますけれども、
やはりこの問題、こうした方針転換、政策変更があったということは、時期のことは別としてですね、なるべく早い段階で国民の審判を仰ぐという必要があると思うんですね。それについてのその野田総理の基本的な考え方、それからもう一つはその今回の代表選でも争点になっておりますが、その増税を進める過程で民主党という政権与党が事実上分裂をした、それはやはりその政党のトップリーダーとしてですね、結果としての責任は逃れられないと思うんですね。その2点について総理の率直なお考えを聞きたいと思います。まずマニフェストに記載をしていなかったということは事実でございましたので、それはお詫びをするとともに説明をですね、なぜしなければいけなかったかということは、さっきも申し上げた通り、しっかりと国民の皆様にしっかりやっていかなければいけないというふうに思っています。でこれは一番大事なことは、社会保障にそのお金を使うんであるということ、で社会保障はまさに国民生活に直結をしている、それを守るためにどうしてもこれは避けて通れないということを、もう先延ばしはできないということをですね、しっかり説明していかなければいけないと思いますし、そのことは前回のマニフェストに書いてなかったわけですから、次の総選挙の時には2014年、まさに1回目上げます、次の翌年には 10% にします、もちろんそのための経済再生だとかいろんなことは書きますが、そういう予告というか、今回通った法律を我々は実現をするとかいうことはきちっとマニフェストに書かなければいけないというふうに思っています。それから公団のこの議論の過程において離党者が出て、そして今も傷跡が残っているということについて、私は党のトップでありますので、代表としてその責任は痛切に感じています。痛切に感じていますが、それをもって責任を取れという言い方もあるかもしれません。だけども私はやったことに対して国民生活を睨んで、将来を睨んで、その判断に間違いがあったとは思っていません。議論の進め方とか決め方は赤間さんなどもおっしゃったところがあると思います。その辺は猛省をしながら党を再生していかなければいけないというふうに思っておりますが、したがってまだそのこれだけ多くの傷を残しながら進めてきたことの宿題があるんです。そこを貫徹をする、中途半端に投げ出さない、むしろそのために責任を果たして政治を前進させる、そこに自分の責任は一番重く置いているということでございます。その傷にですね、ちょっと塩をすり込むようなこの質問をいたします。どんなに立派な政策を訴えてもですね、それを実現する数がなければうまく回らないというのは政治の鉄則で、これまで民主党が最も苦労されていることなんですね。で今その数にですね、非常な大きな深刻な事態が起きてますね。衆院の民主党の会派の数がですね、247ですか。ですから国民新党連立で言っても250で、過半数が240ですから、あと十数人ですね、離党してしまうと少数与党に転落してしまうと。かつて少数与党に転落した羽田政権、これ2ヶ月しか持ちませんでした。これは内閣不信任案を出されても否決もできない、他の政策も通らない、こんな深刻な事態が出てくる可能性がゼロではないという事態の中で、この党首選こそですね、まさにそれを克服できるかどうかという非常に大きく問われる党首選だと思うんですね。そこでお一方ずつお聞きしたいんですが、まず原口さんですね。失礼ですがですね、原口さんがやはりその離党予備軍の、ね、リーダー的なその見方をされていることが一つある。それから今回の推薦人を見てもですね、旧小沢グループから国の推薦人名簿がおるし、それからあと、まあ、大阪の橋本さんとも関係のつながりある。政策についてもですね、一番やはり今の野田政権に批判的であるとということからしますとですね、もしかしたら原口さんはこの党首選終わった後に、離党するのではないかという観測があります。このことについて明確にこの場でですね、もし言えるのであれば、そのことについて言及してください。そしてもしできることであればですね、その離党者たちをどうやって食い止めるのかということについての知恵も出してください。グラシエ先生、ありがとうございます。負けたことを前提にしたお話で負ける気は全くありません。私は野田総理前にして失礼ですが、もう本当に兄弟だと思ってます。しかしある時から野田さんの心が見えなくなりました。野田さんと一緒に
目指してきた政権交代のその実が分からなくなってきました。私よりも谷垣さん、私よりも大島さんの方が近いのかと思った時もありました。だから私は民主党の原点といったものを民主党を作ってきたんです。そこを捨てる気だったら小沢さんたちと一緒にもう遠の昔に離党してます。それをやらないということは何か、これは今前段で大変大事なご質問がありました。政権を組みますしかないんです。石橋丹山、彼は自由民主党を全議員の3分の2の議決で除名されています。こんな70人も70何人も除名を繰り返したような政党はないんです。彼らこそ私たちが約束を守ろうと。さっき総理のお話を聞いてみると、2009年には増税の必要は感じてなかったけども、あの時だって社会保障は減らされ続けて、社会保障は莫大に増え続けて、それを賄うことは私たち考えてたわけです。原井さんね、組み直すということはいいんですが、最初の質問にぜひ答えていただきたいんですが、統一選後もし負けたらということにしましょう、離党される覚悟があるんですかないんですか。ありませんと言ってるわけです。負けもしないし離党もしないと。でそういう離党を食い止めるためにどういう努力をされますか。それはやはり理念を合わせるしかないんです。国民にお約束をしたその原点と、やっぱり公約なんてね、政治家なんか嘘っぱちだっていう人がいますけど、そんなことないですよ。一生懸命公約を作って、そして議論をして、それを提示して、でそれをあるとき、いや違うことを言われたら、それは離党ということになるんです。理念を合わせて、そして政策を合わせる、もう少し大きな政策軸、これを提示することが離党を止める唯一の手段です。はい、野田さん、今心がわからなくなったと言われていた原口さんからですね、まあ、党首選後はですね、ぜひその一員として支えたいという趣旨の私話があったと思うんですが、野田さんがね、この数の問題に対して今抱いている危機感はいかがなものかということとですね、それからもう一点だけ、先ほど言われたようにですね、やっぱり300人ぐらいいた中の人たちがね、参議院も含めて71人離党してしまったということは、ちょっとこれまでの政治史の中では非常に異例であります。その責任というよりもですね、その間にね、小沢問題、それから消費税という問題ありましたけれども、一人でもそれを食い止めるためにですね、条理を尽くしたね、そういう野田さんの説得する姿っていうのは、我々は少なくとも外ではあまり見てこなかったんですが、これから先はもっと重要な局面になるんですけどね、それについての心構えを教えてください。はい、原口さんとはまだ兄弟でいたいと思っておりますので、今の党の現状について、特に衆参含めてですね、数の問題が大変厳しい状況になっているということは深刻に受け止めております。したがってこの代表選挙を通じて結集する軸というものをお互いに確認をしながら、日本の再生のためにこれ以上民主党が壊れてはいけない、そういうチーム力をですね、回復するぜひ機会にしたいというふうに思います。で、条理を尽くした説得必要が当然出てくると思いますので、そのことはしっかりやり抜いていきたいというふうに考えております。近いうちに、解散と、これは三党合意する、一つの大事な、これは、ある意味では条件だったわけです。でおそらく野田さんにお聞きしますと、それは時期は言ってないし、先ほどもそうでしたねとおっしゃるでしょう。ただこれは飲み会と違うんですからね、高等感がでこれだけの重い約束をしているということで、私はあえて、野田さんに聞かないで他の3人の方に聞きたい。近いうちというのはいつ意味するんですか。その来年じゃないでしょう。それは、今政治空白を置くべきじゃないという加納さんの立場がもう分かりましたけども、赤間さんから順に、近いうちというのはいつなんですか。これは普通常識的に、解散権というのは総理の専権事項ですから、これは言うまでもないと思います。でただ谷垣さんと野田さんがお二人で、他を排して、話されたその後の記者会見で近いうちにというふうになったと思います。スペイン語のアオリータはですね、いろいろな解釈があるようですが、常識的には近いうちというのは 2,3 ヶ月ということが常識だと思います。しかし
我々は総理を代わってもらおうと、野田さんから僕に変えてほしいという前提でこの代表選挙出ているわけですから、当然私がなった場合は両方とも変わっちゃったわけですから、谷垣さんも野田さんもそれは全く拘束されないという考え方です。原口さんどうですか、端的に。いやもう野田さんに聞かれるしかないんじゃないかと、そこにいませんから。だけど本音で言えば近いうちといったらもうすぐでしょうね。はい、わかりました。加納さんどうですか。私は最初はですね、近い将来というふうなことでしたですね、うん、それが、代表と総裁の間で近いうちにとこういうふうになったというふうに報道で承知しております。しかしその際ですね、どういう文脈でですねそういうふうなことになったかということは私も承知いたしておりません。そういう意味ではその中身についてですね、まだ私からこうですああですというふうなことを言及するのはですね、いささかセンスではないかなと思っております。はい、この3人の極めて常識的な回答に対して野田さんはどう思われますか。まあ解釈はそれぞれあるでしょうだ近いうちはでも飯を食う話でもないし、うん、ね、解散の時期ですからもうそれ以上でもそれ以下でもないとしか言いようがないんです。感じ方はいろいろあります。党首会談の中身は相手もあることから言いませんけれど、うん、言いませんけれども、そのつめた議論は間違いなくしていません。時期は私も示していませんし、それを詰めて谷垣総裁から来たわけでもありませんので、あくまで総理大臣の専権事項の中で判断をするということだと思います。現在の経済情勢などを見ますと、やはりその予算編成を年内に行い、年度内に予算成立を目指すというのは経済運営の中ではかなり必須条件になってくると思うんですね。野田総理のその判断の中には、年末の予算編成に支障のないような判断とか、今回はその12月にロシア訪問を約束をしたわけですが、そういった外交日程などについての考慮も入ってくるんでしょうか。予算編成はもう政権として当然常にどういう予算を作るか着々と準備しなければなりません。今は9月で、9月としてやることがあります。概算要求が出てまいりました。それをこれから具体的に精査をして編成をしていくという作業が入っています。それは政権与党としては一番の仕事ですので、一日たりとも予算をおろそかにするという考えはございません。9月にやること、10月にやること、それぞれ月あります。 10月で止めちゃうと変な予測を呼ぶか言いますが、11月にやること、12月にやること、ずっとあるんですね、毎月ごと。でそれはまさにルーティーンですから。でしかも予算というのは政権の思い、各与党の思いが入っています。それを当然責任を持って作り上げていくというのは私が総理である限りやらなければいけないと思います。だからロシアの外交日程はですね、もともとプーチン大統領から年内訪ロ要請をされていました。それに対する回答は近々次官の協議をやる、外務大臣の協議を11月にやるとすると、もうおのずと年内というのは日本国総理大臣として12月と回答するのがこれは筋です。外交日程と政局を絡ましている話ではありません。いやだからまたそれを11月と言っていないというと、その前に解散にあるかという考えも持たないでください。例えば来年の夏の外交日程決めることもあります。じゃあ来年の夏までお前は総理大臣やるのかという解釈もしないでください。外交日程と内閣総理大臣、これは判断、責任ある判断、政局では判断していないということだけぜひご理解いただきたいと思います。解散時期についてちょっとしつこいんですけどね、野田さんなかなか言いにくいと思うんでこの方にお聞きするんですけどね、赤松さん近いうちに拘束されないという話だったんですけども、確かに、ある程度の時間を置いてやった方がですね、民主党通り党略とは言いませんけどもベターであることは間違いない。しかし、この局面でですね、どれだけですね、その解散の先延ばしを図れるのか、まずそのこの秋の臨時国会どう乗り切るのか、予算編成どう乗り切るのか、それをうまく乗り切って解散の位置をですね、少しでも先送りできる方法があればですね、ぜひこれ野田さんにですね、助言してあげてほしいんですが、いかがですかね、妙案ありますか。私は民主党は有利とか不利とか、今厳しいとか厳しくないとか、そういうことは横へ置いといて、基本論としてやっぱり与えられた任期4年はそのままやるべきだ。でただし不信任案が出たときは、これはもう憲法の規定に従って総辞職か解散ですから、これはもう直ちにもちろんやることになるわけですが、そういうことでなければ
私はやっぱり4年間、マニフェストも4年を前提として出しているわけですから、仮に今、有利だとしても、今、民主党がやってですね、僕はやるべきではない、これはもうずっと前から言ってきております。でただし、今回、先ほどもご指摘あったように、実際にはですね、横道さんとか土井隆二さんとか、今、会派離れている方たちも含めても、13ぐらい、国民新党のお二人入れてもですね、状況です。でじゃあこの代表選挙後6、7名がですね変わって、野党側に行っちゃったということになればこれは内閣不信任案が出る可能性がありますでそれが可決するかもしれません、まあ、そうなったときはその総理がですね好むと好まざるとにかかわらずそれは総辞職か解散どっちか選択しなければいけないわけですからそういうこともそれはあり得るでしょうというふうにはちょっと評論家的ですが思います。ありがとうございました。もう一つだけ野田さんはおっしゃらないけれども党のナンバーワンである輿石さんそれからタルトコさんからはですね明確に来年のダブルがいいんだという話があります。確かに、衆参の結果が同じになるとそれからある程度争点が詰められると、まあ、ある意味じゃポピュリズムに対する判定がある程度時間が置くことができるという党のですねメリットはあると思うんですがこの辺について加納さんはい、ご見解を今日の衆参のねじれという状況がですねいかに、まあ、政治のですね、停滞を招いているかというのもこれも現実でございます。そういう意味でこれを解消するためには来年において同日選挙をやって衆参のですね対する国民の審判を仰ぐというふうなことによってねじれ解消したらどうかという考え方があることは承知をしております。ただし私はそういうことも大事なことでありますけれども、それ以上に本当に先ほど申し上げますとおりに、今政治空白作れるか、私は福島県民の方々の気持ち、ちょっと考えてみてください。宮城、岩手の被災地の皆さん方の気持ち、考えてください。忘れたんですか、自分たちのその被災の状況。今、福島の人たちは16万人の人たちがまだ、戻れなくているんですよ。そういうことに対して政治がいや俺たちはとにかく解散をしてやればいいんだというようなことになったときにですね本当にそれが政治であるのかということを考えたのに私はある程度見通しを立てたところでやっぱり信を問うというふうなことが私は政治家としての基本ではないかなとこんなふうに思うもんですから私とすればそういうことを率直にそれ外交がですね、あれだけ今、厳しい問題が提起されているときにね、はい、選挙ですよ、これ、果たしていいんでしょうか、これはね、専門の先生方からもね、ぜひ指摘していただきたいと思うんですよ、お願いします。私はでも、その復興のことと解散のことっていうのは、それ違う話で、今、その解散以前の話として、もう1年半経った、東日本大震災から。じゃあちゃんと政治をやってるんだろうかと、これは関東大震災、もっと大変な被害の出た見ていっても非常に遅いんですよね。野田さんにお伺いしたいんですけども、去年原発の収束宣言出した、で実は一体あれは何だったのかとこう思ってる人多いんですね。それから、まあ、いろんな中間貯蔵施設の問題にしても何にしても要するに先がわからない、先はわからないので、その中間が最終になるのかどうかもよくわからない、こういうわからないだらけで、それは難しいことはわかるんですけども、そこをやはりある程度道筋を示すのが政治なんであって、それにやっぱり答えてないと私は思うんですけども、その点はいかがですか。復興についてはですね、まあ、いろいろ評価があるかもしれませんけれども、例えばまあ3県全体で考えた場合に、直轄の国道とは全部修復したりとか、鉱工業生産は震災前の水準に達したとか、いろんな結果は出てきているんです。ただご指摘のとおりですね、福島のところはですね、例えば賠償、まあ、この間枠組みについては合意することができましたけれども、除染、住民の健康管理、そして何よりも雇用を作り出すための産業振興等々、まだ課題がありますし、やっぱりふるさとに戻るためのさまざまな計画、
それもまだちょっとまだら模様のところがあります。でそうしたものを、ようやく復興庁であるとか復興特区とかですね、復興交付金とか道具立てが揃ってきたことをうまく使いながらですね、それを生かしていきたいというふうに思います。でこれは中間貯蔵の問題は当然 そこは最終処分にはしないんですけれども、その説明をしながら今ちょっと具体的なやり取りをしている、機微に触れるところでありますけれども、丁寧に関係町村に説明をしていきたいと思います。その原発の問題ですね、原発をこれからどうしていくかということについて、民主党の方では、稼働率、原発稼働を30年代にはゼロにするという話をされてますが、一つ原口さん、会見の中でですね、いや、そうじゃなくて、もう原発ゼロの計画、直ちに着手するんだと。いうこと、それから国民投票をですね、諮問型の国民投票をするということを指摘されているんですが、これはいわばもう今再稼働はもう基本的にはしないんだということなのか、それから原発のその是非というのはもうまさに国民投票で決めるんだと、そういうお考えでしょうか。はい、ありがとうございます。ゼロアクションのプログラムを作るべきだということを申し上げています。明日大いに伺うわけですけれども、原発の立地地区、昨日夕張に参りましてね、ものすごいエネルギー転換、国策の転換で12万人おられた夕張市民はもう今1万人ちょっとになっています。今回大井もそうですし、全国にある原発立地地域、そこをどうするかということなしに、単に原発ゼロだと言っても何の意味もない。また再稼働についても原発の技術者やあるいは資本といったものを損ねて、じゃあゼロアクションができるかというとそれは違うというふうに考えています。技術が必要であり資金が必要であり、一気に不良再建化してはならないと。ただその上で国民の皆さんに問いたいのは、このカリフォルニアよりも狭いこの日本の地域でもう一回福島第一原発事故と同じことが起きたら逃げることができるんでしょうかと。そして我が国の国土を子どもたちに引き継ぐことができるんでしょうかと、そのことについてはしっかりとすべての情報を開示して国民の皆さんに問わなければいけないと。私は大規模独占集中、そして一部の非常にその放射性物質というに人間が扱いにくいものを扱う、これは早ければ早いほど手放した方がいいというふうに考えています。東海村の処理のところへ行けば、もうその処理の現実がどうなっているかは皆さんご案内のとおりです。その現実を正直に国民の皆さんにお示しすることからスタートするんだと、このことを申し上げたいと思います。その反面原発を早くゼロにした場合ですね、その企業にとっては電力コストの上昇、また結果的には雇用にもつながるんじゃないかと、そういう不安も多いわけだと思うんですが、その辺についてはどういうふうにお考えですか。それはだからスマートグリッドやいろんなところでパラダイムそのものを、エネルギー社会政策あるいはエネルギー資源政策そのものを変えるべきだと私は考えています。大規模独占集中で一部の人たちだけがエネルギーを作っていて、それを前提にしたら原発がなくなればエネルギーに対する不安は出るでしょうけれども、今太陽光やあるいは海洋やいろんなところでエネルギーができてきました。日本は世界で6番目に大きな海洋を管理する国家です。私はそこを乗り越えていく技術というのは決して不可能ではないし、もうスマートシティやスマートグリッドといったものがスタートしている中に、そこに思いっきり資本を投入すべきだと、そう考えています。野田総理にお伺いしたいんですが、その原発ゼロを目指すというふうにした場合ですね、そのまさに再処理施設が結局その、再処理でよってその核燃料サイクルをやっていくというのが従来の方針だったわけですが、これがなくなってしまうと、そうするとその、当然地元の反発もありますし、そもそもその従来の核燃料サイクルによる政策自体をもう変えなくちゃいけないんじゃないかという話になってくるんじゃないかと思うんですが、この辺はどういうふうにお考えでしょうか。私はですね、昨年の事故があって、これは単なるポピュリズムではなくてですね、国民の一時的な感情ではなくて、
やっぱり原発に依存しない社会を目指さなければいけないという、まあ、ある種強い覚悟が出てきていると思うんです。でそれをやっぱり政府としても受け止めて、政府としてもやっぱり覚悟を決めた対応をしなければいけないと思います。したがって党からの提言についてはしっかり受け止めていくというお話をさせていただきました。受け止めさせていただきますけれども、それはフロントエンドの問題だけではないんですよね。そのご指摘のあったバックエンドの話をどうするのかとか、あるいは国際社会との関係どうするのかとか、大きく舵は切るということは政府として判断しなければなりません。でも引き続き関係するところときちっとコミュニケーションを図っていくということが続けることができなかったら舵を切るだけではいけないんですね。でその辺の今ギリギリの詰めというかをやらさせていただいているということでございます。ただ方向としてはですね、私はそのリアリティのある、まあ、課題自体は重たい課題ばっかりなんです。実はその課題をどうやってこれから乗り越えていくのか、そのための協議を継続することができるかということも含めて国民の皆様にきちっとお示しをしながらのリアリティのある中長期の方向を出さなければいけないと思うし、そのリアリティというのは例えば再生可能エネルギー大々的に普及するとか省エネ徹底する、まさにそうなんですが、それを例えば電光石火で予算付けでどこまでリアリティを持ってまずスタートを切れるのか含めて総合的にやっぱり政府として覚悟を持たなければいけないと考えています。はい、次に今経済政策全般の話をお伺いしたいなと思います。まず総理にお伺いしたいんですが、社会失礼、消費税のですね、増税というのは三党合意踏まえて、法案が通ったということで、一つの成果が、出たという評価ができると思うんですが、その反面ですね、それ以外のさまざまな懸案が先送りにされたという、こう批判もあるわけです。TPP もそうでしょうし、先ほどちょっと出ましたが社会保障についてもですね、もちろんある程度のことが入ったとはいえ大きなものはちょっと先に送られたというような印象もあるんだと思うんですが、まずそういう批判といいますか見方についてはどういうふうにお考えでしょうか。基本的には先送りということではなくて、何でもそら精神論で決めちゃえばさ決めるやり方あるかもしれません。でも着々と順々と進めていくというのはやっぱり段取りが必要です。一体改革という山を乗り越えることができました。でご指摘のあった TPP については今関係国との協議をしている最中であって、でその中でまださまざまな関係する国のどういう意図とかということを汲み取りながら、それを国民の皆様に情報を開示しながら国民的議論をやって、そして最終的には国益の視点に立って判断をするというそのプロセスの途中にあるんです。去年の11月に交渉参加に向けて協議入りましたけれども、残念ながらまだその協議が続いているということですし、それを拙速に進めることが国益に反してもいけないということでございますので、これはあくまで党内の事情とか国内事情じゃなくて協議の進展がそういう段階であるということなんです。だから本当は決めなければいけないという時期があるというわけではなくて、そこが熟さないと決めることができないということで、そこはご理解をいただきたいというふうに思いますが、そろっと経済、そうですね、今のその TPP のことでじゃあ追加的にあれなんですが、おっしゃるように協議が続いているということではあるとは思うんですが、一方でその国内 の、 その反対をしている人たちへのですね、説得とか説明とかですね、あるいは議論を深めるとか、そういうところが果たしてされたのかどうかというのは、やや疑問があるのかなということ、それについてのお答えをいただきたいのと、あとそうは言いながら、協議はいつまでもですね、続ければいいってものでもないんでしょうが、どこかの時点で、もちろん相手があるからというのはあるにしてもですね、どこかの時点ぐらいまでにはぜひ実際の交渉表明等に行きたいというようななんか目処がありましたら言っていただければと思います。大原則はですね、これはアジア太平洋地域において自由貿易圏、貿易投資のルールをぜひ作っていこうという FTAP を実現しようというのがあります。でそれは APEC 参加している国は全部それは望んでいることです。でその道筋として TPP もあるし、東アジア
経済連携という ASEAN とあるいはインド、オーストラリア、ニュージーランド、日中間を含んだそういう枠組みも出てきているし、日中間も動いています。でそれ自体は高いレベルの経済連携を模索してアジア太平洋地域にそういう経済統合を作るということは私は大事だと思うんです。そのうちの一つの道筋が TPP で今の状況でありますけれども、これ先ほど申し上げた通りいつまでに決めなければいけないという話じゃなくて、相手国のまさに考え、どんなことを望んでいるかを我々がどう飲み込んで、それをきちっと国民の皆様にご説明をして国益の視点に立って決めるというそのプロセスは非常に重要だと思っているので、そのプロセスの途中です。でその説明はですね、対話集会とか意見交換会、これまで100回ぐらいやってきています。でもそれはもっときちっとその都度やっていかなければいけないし、これ以上、これまで以上にやっていかなければいけないと考えています。TPP についてはですね、残りのお三方は慎重か反対といいますかね、そういう立場だと思うんですが、代表してですね、赤松さんにね要はやはり党内融和として、野田政権が掲げている一つの目標に向かってね、物事を決めていくというのは一つの基本的なラインだと思うんですが、どうやってこれをね、そういう立場からお進めになるのか、進めたらいいのか。誤解しないように聞いてほしいんですけれども、私どもは別に、何でもかでも江戸時代のですね、封建社会に戻して一切、関係を断とうなんて言ってるわけじゃないんですね。どんどん開いていくことは賛成ですよ。ただ僕は文書でも書いてますが、やっぱり国益を考えてどういう形で、今総理も言いましたけど、どういう形で開いていくことが日本にとって国益にかなうのか、それをやっていくべきだと思うんです。私自身が韓国とも FTA の交渉をしてきました。それから、アメリカともやりました。カークさんとも WTO 行ってヨーロッパの国々ともやってきました。いろいろな国々でやる中で、メキシコとも FTA の再交渉して上乗せしました。やりながら、ただどちらにしても TPP の場合はですね、中国とか韓国とかインドとかこれからどんどん発展していくだろうというところ入ってないんですね。そうしたらば、いわゆる ASEAN プラス6の方がむしろより国益にかなうんではないか、より日本にとって現実的ではないのか。アメリカに例えば TPP やりました、じゃあ日本は自動車それで関税下がるんですか、何々なくなるんですか、もうほとんど実際上トラック除いてですね、関税ないんです。反対にアメリカからは例えば遺伝子組み換え の表情をやめろとか、あるいは OIE 基準に従って危険部位のですね、めっくり玉も脊髄も全部そのまま入れさせろとか、そういうこと、世界医薬品の関係もあります。いろんな問題があるんで、そういうことを今説得しろという話もありましたけど、まさにそういうことだと思うんですね。情報を開示して、だからこういう心配がある、こういう心配はない、あなたの考えるようなそんなことにならないからというようなことをやっぱりちゃんと明らかにして、そしてやっぱり最後は日本にとって何が国益なのか、何が有利なのか。国と国ですから、アメリカの利益よりも中国の利益よりもやっぱり日本の利益を守らなきゃいけないわけですから、私はそういうことをきちっとやっていくべきか。残念ながら21項目ほとんど中身については開示されてません。だけども日本が開かれるんだからいいじゃないかと、賛成しろよなんていう論理ではですね、これはやっぱり非常に影響も大きいし、これからの日本の発展の一つの土台になるわけですから、それは私はいろんなどの組み合わせがいいのか、どういう形で進めていくのか、開くことは大先生ですけれども、そこはやっぱり十分慎重にやっていくべきだと思っております。またこれ野田総理に伺いたいんですが、最初の野田総理 その発表された中で、経済再生の実現というのをですね、最初の柱に挙げておられまして、消費税増税との踏まえてのこの指摘なんだと思うんですが、でその中でデフレの脱却と、1年以内のデフレの脱却、それから2年以内の競争力回復というのがございます。それでそこで財政出動を含めた対応という言葉もありますが、具体的にですね、どういうイメージを持っておられるのか、いつごろ例えばこういうような形で財政出動するというようなふうに考えておられるのか、例えば先ほどもちょっと出ましたけど、例えば自民党は国土強靭化計画ということで、公共事業を非常にやっとこうというのが強い傾向になってますけども、この辺が柱になるのかどうか、その辺ちょっとお答えいただけますでしょうか。私の政権になってから4四半期連続とりあえずプラス成長が続いているんです。ただし
この4月6月は下方修正されたようにですね、ちょっと注意をしなければいけない状況になってきました。1、3はすごく良かったんですよね。ということで切れ目ない経済対策を講じていかないと、今は基本シナリオは復興需要に支えられて、それを背景としてですね、一定の 2% 以上の成長はできるだろうということですが、海外の下振れ要因等もありますし、気を抜くとやっぱり失速する可能性があります。緩やかに回復している傾向があることは間違いないんですが、それを力強い歩みにしていくためには、今は復興が後押しをしていますけれども、民主主導のものに切り替えていくというそのタイミング、それを見ていかなければいけないと思います。そこでだから切れ目ないという言葉を書かせていただいておりますが、その四六の分析をよくしながら補正をどこかでやらなければいけなくなるだろうと思います。その時期をどうするか含めて今検討しなければいけないと思いますが、その中身としてはですね、それは自民党型のなんとかではなくてですね、少なくとも多くの地域の要望というか、間違いなく切実にあるのは、あるいは効果があったというのは、立地補助金とかというのはね、グループ補助金ですね、グループ補助金なんかはまだすごく需要があります。でそういうものを盛り込んだ内容の当面の対策は必要になってくるかもしれませんし、ベースはでも日本再生戦略をまとめたわけですから、グリーンとライフと農林水産業、中小企業、ここに軸足を置きながらの、来年度の予算編成が本ちゃんですが、その前に前倒しをするも必要が出てくるかどうか、その中身はどうするかというのは、これから精査をしていきたいというふうに思います。すみません、またちょっと総理にお伺いしたいんですが、社会保障改革ということで、消費税の増税によってですね、社会保障の充実ができる道筋もできたというのが、一応民主党、あるいはこの政権の考え方だと思うんですが、一方でですね、これから その将来の高齢化を考えると、おそらく今度増税したぐらいではですね、持続可能性のある社会保障制度を築くのは難しいんじゃないかと、社会保障の伸びについてもですね、かなり抑制していかなくと苦しくなるんじゃないかというような、そういう見方も、エコノミスト中心にですね、あるんですが、これについてはどういうふうにお考えでしょうか。やはりそういうことが必要になってくるというふうにお考えかどうかお知らせください。社会保障改革、いろんな視点があると思うんですけれども、少なくとも今回は、一律化かもしれませんが、一律化ではあるけれど大きく前に進んだと思っているんです。で一つは充実の部分は子ども子育てなんですが、安定化の部分をこれは年金等とこれさせます。で特にこれまで基礎年金の国庫負担2分の1って、それワンショットのお金をかき集めながらやってきましたけれども、ここで安定財源が入るということは年金の安定化につながりますし、社会保障の自然像についても飲み込んで対応していくということです。でその上でですよ、まだただ一方で歳入の面の改革で社会保障を当てるだけではなく、社会保障そのものでさらに充実させる部分もあるかもしれませんが、一方で効率重点化という視点で社会保障の中でもやっぱり正規化をせずに見直すところも出てくるだろうと思います。で生活保護についてはこれも最後のセーフティーネットですから、真に必要な人にはこの生活保護というのはしっかりとこのサポートするために事業を続けなければ維持しなければいけないと思いますが、最近の不正受給の問題等を含めてそういうものにはメスを入れるということは、これはどの社会保障の分野についても言えることだろうというふうに思います。だから常に普段の見直しは必要だろうと思います。外交安全保障の話に移りますが、野田総理と原口さんにお伺いします。一連の領土をめぐる問題ですが、この問題で日本が経済を中心とした国力が低下しておるなと、その足元を見られたかなということと、日米同盟の揺らぐ中でそこもまた弱点を突かれておるかなということだと思うんですね。それからもう一つこの問題で明らかになったのは、日本と近隣諸国との外交チャンネルが意外と脆いなと、弱いなということだと思うんですね。その点について、この領土問題をめぐる日本の外交の立て直し、これをどういうふうに考えていらっしゃるか、野田総理と原口さんにお伺いします。近隣諸国との関係で少しちょっと機微に触れる話もありますけれども、基本は領土領海
等に関わる問題については、一つはやっぱり毅然とした対応を取るということと、それからきちんとやっぱり大局観を見失わずに冷静に対応するということをしっかり胸に刻んでおくということが大事だろうというふうに思います。そういう姿勢のもとで今、個別の事案について対応しているところでございますし、関係国も基本的にはそこの根っこの部分は理解をしてもらっていると思いますので、あとはそのコミュニケーションですよね。でご指摘のとおり、これ政府間の限られたコミュニケーションだけではなくて、議員外交あるいは民間というチャンネル等々というセカンドトラック等々も考えながらの厚みのある意思疎通をするということが大事ではないかということは、私も今痛切に感じているところでございますので、その働きかけはこれからちゃんとやっていきたいというふうに考えております。昨日北方領土を視察してまいりました。で、北方領土返還については、いい枝をロシアとの間に伸ばしていく、メドベージェフさん来られましたけれども、もう外交権はプーチン首相に移っています。イルクーツク声明に基づいて法と正義に、国際法と正義、これで対話と協力でやっていく、ダホのと銃撃の海を平和の海にすると、これいくらも方策あります。で、それはやはり元となるものはイルクーツク声明、非常に今ロシアと日本の関係は緊密で、共同経済協力、これを中心に私が総理になれば進めていきたいというふうに思います。で、領土問題は2つしかないんですが、尖閣のこの状況を見ると3方面でさまざまな対応をするって、これほとんど不可能に近い。で、総理に申し訳ないんですけども、やはり中国の主席にあった翌日に国有化を発表する、これ普通外交しません。非常にその相手の立場を、私たちは我が国固有の領土である尖閣諸島、このための国有化法案、それから先島の振興法案、公開法の抜本改正、これ法律出しました。しかし一番大事なものは、相手の立場にもしっかりと配慮をしながら、外交というのは対話と、そして普段のいろんなサインが出てますから、そのサインを見逃さずにしっかりとウィンウィンの関係にいかに持っていくか、相手を追い詰めないかということがとても大事だというふうに思います。私は申し訳ないけれども、今回総理に、代表に立候補しようという大きなきっかけとなったのは、野田政権の外交の非常に何ていうかな、言いにくいんですけども、荒っぽさっていうか、相手のことについての対話力というか、そこはぜひ改めたいというふうに思います。続いて赤松さんに、先ほど日米同盟を基軸に据えるというお話でしたが、その流れから言いますと、今回のそのオスプレイの配備、これは許容できるのか、それとも条件、もっとその説明を尽くして条件付きで許容するのか、それとも基本的に受け入れられないのか、この辺はいかがでしょうか。多分これは日本政府の今の基本的な考え方と私は違わないと思うんですが、まず大前提はやっぱり地元の合意なくしてですね、配備するということはありえないと。二つ目はアメリカは安全だと言ってますけれども、パイロットがですね、技術が難しくて、落っこったり不時着したりなんかするのは、やっぱりそれは機種そのものに問題があるということですから、あれ技術的なミスなんだで、そのまま鵜呑みにしてあれするんではなくて、やはり日米の信頼の中で、じゃあ自分のところでもちょっとチェックさせてくれよということで、日本が確実にその辺の安全確認をする、その2つが大前提だと思います。その上で先ほども言いましたけれども、そのことが日米のこれからの長いまた関係を良好な形で維持していく、その私は条件にもなっていくというふうに思ってますから、特には 74% の今基地が集中している沖縄に配備するということですから、そして沖縄ばかりじゃなくて訓練区域はですね、四国の先から全部あの辺入るわけですから、中国地域から、そういう意味で言えばやはり慎重であるべきだと思います。それに関連して野田さんにお伺いしたいんですけど、沖縄とのいろんな問題を、その普天間の問題、オスプレイの問題、一体政権はどれだけこう根を張った形での地元との話し合いをされてるんですか。これまで沖縄に対するいわゆる普天間の問題含めてですね、
紆余曲折がございました、政権交代以降、うん、その紆余曲折を踏まえて、少なくとも例えば普天間については固定化させないということの中で、うん、まあ、辺野古が今唯一有効な方法ということであるということでありますけれども、負担軽減を具体的に進めていくということ、あるいはパッケージを崩してガムへの移転等を切り離していくというようなことを4月以降進めてまいりましたし、さまざまな沖縄対策振興策を含めてコミュニケーションを取ってまいりました。少なくともコミュニケーション、さまざまな沖縄の県のみならず自治体あるいはその他のさまざまな関係者とのコミュニケーションをきちっと取れる関係にはなっていると思います。ただオスプレイの問題を含めて直ちにご理解いただける状況ではないことも事実でありますので、特にオスプレイの問題だったら我が国が主体的に安全性を確認した上でご説明をするとかですね、そうでないければ限りは飛行運用しないということは、これは日米でも確認していることでございますので、そういう説明を丁寧にやりながらコミュニケーションはさまざまな段階でできているというふうに思います。加納さんになかなか質問がいかなくて申し訳ないことですけれども、現職の総理大臣ですからね、それね。ということで、もう一つ、拉致問題について、ずっとこの何にも進んでないという、むしろ進んでないどころか、どんどん細ってるっていう感じがね、多くの国民に与えてる。そうした中で日朝の間で、事務レベルで協議があった。そうすると、少しは光が見えてきたかなと、かすかな光が見えてきたかなと、という期待もあると思うんですね。で、その期待にはやっぱり応えなければいけないと思うんですね。今その現状はどうなってるんですか。日朝間の協議というのは、福田政権の後に、特に拉致については再調査をするということが消えちゃったんですよね。それ以降4年ほど協議が進んでおりません。先般赤十字からの要請を受けて遺骨の問題から対話が始まって、そして政府間の協議がこれ課長級で予備協議として先月末行われました。でそれを受けて次は局長級の協議をする中でさまざまな懸案について議論をすると、そのテーブルを作ろうという日程設定の問題を今やっております。あるいはその議題の整理の問題をやっていますけれども、当然我が国としてはこの拉致の問題を全く入れずにその協議しようとは思っていません。拉致問題が具体的に進展をするためのある意味4年ぶりのチャンスだと思っていますので、このチャンスをしっかり捕らまえてですね、拉致問題が進展、問題解決進めるように政府としては全力を尽くしていきたいと考えています。民主党を立て直すためにはですね、確かに数の維持も大事ですけども、やはり内閣の顔ぶれですね、あるいは党の幹部の方々の布陣が極めて重要だと思うんですね。多分この豊洲さんの後にはどなたがなられてもですね、そういった人事についてある程度のことをされると思うんですけども、その際にですね、もしかしたらこれが最後の人事になるかもしれない。民主党3年間おやりになってですね、しかも選挙を抱えるかもしれない。国会も非常に与党が少なくて大変だという中でですね、どういう人事をすればですね、先ほど言ったような皆さんがおっしゃったような政策を断行し、かつ選挙に向けて頑張っていけるのかということをお聞きしたいんですね。これはもう一人一人お聞きしても簡潔にですね、何を重視するのかですね、今回の人事で何を重視すべきなのか、自分がならないとしても。そしてその一点だけ必要なのは、やはり幹事長というポストはですね、今回の、選挙があるとすれば極めて重要になる、国会運営の重要な、その時に幹事長というのはどういう資質の人になってもらうべきなのかというご考えがあれば、それを追加してぜひ一人ずつ1分以内でお答えください。まず赤松さんからどうぞ。はい、今越井幹事長やっておられるわけで、菅総理がどうされるのかね、これは今現にはやっぱり野田代表越井幹事長の形ですから、なんかさも別の人の名前を挙げるとですね、これは私がなんかどうこうというふうになるんで、ちょっとそれは
具体的な名前とかあれはちょっと横に置かせてください、はいはい、ただはっきり言えることはやっぱり適材適所、あんまり何期やったなんていうことに関わらず比較的民主党というのはスペシャリストみたいなのが多いんですね。この分野だけはよく知ってると、あとはあんまり知らないけどみたいな人もいますが、まあ、しかしそういうスペシャリストがいっぱいいるんですから、やっぱり適材適所でですね、そういうキャリアに関わらずどんどん登用していくべきだと。で、本当にスターになりうるような素晴らしい人材もいっぱいいますから、私はそういう人たちを登用していくべきだし、そういうまたバランス感覚を持って新しい総理になる人はぜひやっていただきたい。私がなった場合はもちろんそういうことで、やります。ありがとうございます。原口さんどうですか。私はその内閣の組閣の前にですね、600人近くいるいわゆる省庁のトップ、この辞表をまず預かるということがスタートだと思います。正しい政治主導は正しい人事からスタートします。そしてそれは公務員バッシングではなくて、働く人たちの誇りとやる気を引き出す、そういうものがまず第一です。そしてじゃあ内閣の人事は一新刷新します。それは赤松さんがおっしゃったように精神でそのスペシャリストを当てます。党はやはり世界に向けて、日本は大きな国なんです、世界に向けてたくさんのネットワークを作り、そして飢餓や貧困やあるいは暴力としっかり戦っていける、そういう布陣を、党の布陣を作れる、そういう人たちを中心に据えたいと思います。ありがとうございます。加納さんどうぞ。基本的にこれだけ難しい問題を抱えているときにですね、どうするかということを考えたときに、やっぱり内閣と党のですね、関係をしっかりと強化する、連携強化、これが一つの大きなポイントだと思います。やっぱりそこがですね、なんかこうギスギスしているとですね、うまくこの政権運営できません。まあ、そういう意味では基本的に内閣はですね、やはり若手も含めて、中堅若手も含めた形でやはり優位な人材がおりますので、きちっとそこで固める。で、党はですね、やっぱり全体を見渡せるというような状況のですね、人がやはり官庁にするというのが私の基本的な考え方で、そうでないとですね、いわゆるマネジメントができてないというところがですね、今の民主党の一番の、ね、問題点だと私は思ってるんですよ。まあ、そういう意味で今までの政治経験を生かしてですね、強固なこの民主党全体のですね、人材を生かした体制を作っていきたいと思っております。一つだけ追加させてもらっていいですか。はい、一つだけ、はい、どうぞ。はい、簡単に言います。今の党内の話限ってますけれども、私はもう一つですね、やっぱりかつて我が党にいた人、今残念ながらいろんな事情があって出てる人、そこにやっぱり誰がなってもですね、もう一度声をかけてみる必要がある。実はここに来る前にですね、赤松さん代表になったら私たち戻るか連立組んでもいいわよという人も、まあ、それはこれから具体的に話すんですけれども、小沢グループですか。いや、小沢さんじゃなくてです。じゃなくて、そういう人たちもですよ、いるんですから、やっぱりまずこちらがいろんな人たちに党を一緒に戻ってやろうよ、はい、ということを努力をする必要があります。いろんな意見出ました。はい、で最後野田さんですね、人事は下手と言われながらですね、よくぞここまでですね切り抜いてこられたとある意味は感心しております。で、まあ、最後の人事になるかもしれない極めて重要な人事ですね、白紙状態でありましょうが、この時点でですね、ご説明できるそのコンセプトですね、どういう構造にしたいかということについて言ってください。まず解散については寝言でも言わないということと、人事も軽々には今の段階でしゃべれませんというのは、政治空白作らないように現執行部も政府のおいても政務三役も今懸命に働いています。彼らを信頼してこれまで党運営やってまいりました。私がまた代表になった暁には、コンセプトは、まあ、コンセプトだけです。よりチーム力が増す民主党としての力が、まさに政府の中でも党としても遺憾なく発揮できるよう、昨日イラクにサッカー勝ちましたけれども、センターフォワード、ミッドフィルダー、センターバック、その配置をしっかり下手と言われないようにやりたいと思います。そう、せっかくサッカー見てるんですからね、ちょっと民主党もちょっともっともっと学んでほしいですね、これね。みんなバラバラにあちこち走り回ってて、場外に出る人もいればね、こんなことで政権大丈夫じゃないんですけども、それで実は台風の目になってる大阪の橋本市長、
赤松さんはの日本維新の会は子どもの政党だと極めて勇気ある発言というか 乱暴じゃないけども、なかなかね、こんな発言はなかなか言えない。一体しかしこれは橋本現象というのは中央の政界がだらしないからこういうことになってるんですね。これそうです。なぜあれだけのデモが官邸の周りを取り囲んでるか、それは政治がだらしないからなんですよね。一体この、まあ、橋本現象を、まあ、橋本さん自身でもいいですどう見るか、これ極めてちょっと、ね、時間がありませんので申し訳ないんですけど短く、加納さんから順に、簡潔に、はい、一言で言いますならば、はい、民主党は政権を担う上においてまさしく幼稚な面があるというようなことだったと思います。まあ、そういう意味ではですね、基本的に民主党がだらしないからやはりそういう第三勢力に対する期待感が出るんだと、そういう認識で新しいスタートをしなければならない、こういうふうな考え方で、ゆえに私も立候補したということなんです。はい、原口さん。橋本現象、橋本市長は地域主権改革のパートナーであり大事な改革の同志です。で、彼は本来であれば民主党政権の中で十分にしがらみ一掃してくれるそういう存在だと、それを新党まで走らせた、そこの反省からスタートしたいと思います。加藤さん、はい、これは民主党に、期待できない、あるいはじゃあ自民党へ戻るか、これはもっとできない、そういう中で第三極がやっぱりもたらされている背景があると思います。私は大変ひどいことを言ったように思いますけれども、少なくとも一員制にするとかですね、それから定数を半分にするとか、これは自分たちが政権なんか取る可能性がないから、だからいや多数にならなかったからできなかったんだよと、そういう甘えがあるから私は子どもの政党だと言ったんです。まあ、そういうことです。はい、野田さん、まあ、橋本さん自身が出てくること自体があるいは野田さんに対する批判なのかもしれない、批判なのかもしれない、批判でしょうということも踏まえて、この橋本維新の会をどう見るのか。まあ、高等としてこれから活動するということならば、やっぱり高等間のお付き合いです、うん、これはやっぱり切磋琢磨だと思います。政策的に方向性が一致できるものはその可能性をお互い下げると、ダメなものはやっぱり強調できません。でもこれは切磋琢磨だと思うんですが、私はですね、まあ、維新含めて第三極が台頭するということはもちろん第一義的には政権と民主党に対する一つのアンチテーゼ、もう一つはやっぱり既成政党だと思います。私は既成政党民主党を特に中心ですけれども、その中できちっと結論を出すべき時に出すという責任のある態度を示し続けることによって、うん、私はその第三極に対抗するウルトラシーも魔法の杖もないと思っています。苦しいことでも国民のために責任を持って決めるべきときは決めていく、それは今の規制の与野党の中でやっていくということが続ける中で地道に私は信頼というものは出てくるというふうに思っています。長い間どうもありがとうございました。最後の質問ですが、野田総理と一番の年長先輩である加納さんにお伺いしますが、この時代にですね、求められるトップ政治指導者の資質というのは一体何であるか、野田さんと加納さんに一言ずつお願いします。今の時代、この時の政権のあり方だと思いますが、私どもは今民主党政権になってからの総括でいろんな反省の話が出ています。でも今我々が引き受けている大きな課題というのは、例えば財政の問題も長い間の歴代の政権のつけでした。原子力政策の変換、エネルギー政策の変換も我々の対応の問題が今大きな問題になっていますが、長い間の原子力政策のつけでした。で、そのつけを我々は逃げないということです。過去の人たちのせいにはしないということです。バトンタッチを今我々が受けている以上、そこは責任を持った回答をしなければならない。つけを追うということは国民の皆様には不人気なことをやるかもしれないんです。だけどそこから逃げない民主党、そういう政党であるということの、そのための私はリーダーでありたいというふうに思います。基本的にですね、政党政治でありますから、政党政治というのは私はやはり夢と情だと思うんですよ。やはり夢をしっかりとですね、持って国民にですね、希望を持ってもらう、こういう資質が求められていると思うんです。でもう一つはやっぱり情ですよ、人間ですから。いや、本当に心と心の通い合いがですね、結局引っ張っていくことになるんですよ。
まあそういう意味で私はですね、なんで今回立候補を決意したかといえば、私の政治経歴というふうなものの中で、いろんな形でいろんなその修羅場もかいくぐってきたと、そういうものをですね、ぜひ生かして党を一つにまとめていくと、まとまっていかなければね、民主党が政権党としての役目を果たすことできないんです。故に私はそういう意味で今求められているということならば、やはり夢と情というふうに、申させていただきたいと思います。はい、まだ積み残した問題たくさんあると思いますけれども、お約束の時間が来てしまいました。これで本日の討論会を終わりにしたいと思います。野田さん、赤松さん、原口さん、加納さん、どうもご協力ありがとうございました。吉田理事長の方から4人に記念品をお送りいたしまして、日本記者クラブとしての感謝の気持ちを表したいと思います。理事長お願いします。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。どうも皆様方ありがとうございました。4人の候補者の方が退場なさるまでどうぞお席にそのままお着きください。ありがとうございました。